従え、トリガー。滑走路へ着信しろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おいキャンプ、こちらコントロールタワー、離陸許可は出してない。命令を守れ。うっせえ。離陸準備中の機はスペアエイドに注意。強引に離陸しようとしている。さて、1番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞要撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。血が騒ぐぜ。クソ、まぬけめ。戻ったら独房に叩き込め。戻ってくるならな。着陸したら覚悟しろ。奴が戻る方にかけるのはいるか。俺が引き受けるぜ。誰も乗らないよ。何やってるんだ。まあいいさ、彼がかき回した後でも僕は大丈夫だ。カウントの野郎、気取った喋り方してやがる。見てろ。あいつは切羽詰まると血が出るぞ。カードで負け始めるといつもそうだ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。今回もミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。くそ、こいつはすごいね。ちょうどいいハグだ。囚人が自由に使えるものなどない。ボールペン一本だってな。来たぞ、ハーリング殺しの新入りが上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。さすがだな、情報屋。情報握ってないと死ぬからな、今の戦争は。はしゃぐな、囚人ども。新しい人殺しが来て嬉しいか。こちらバンコック、スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか、後でくれ。撃墜されても構わん、罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱する者は無条件に撃ち落とす。いいな。はいよ。Thank you.
やっちまえ。スペアエイト、口の利き方に気をつけろ。次の目標に移れ。レーダーにかかり、接近中の敵グループを発見。直ちに対応しろ。はいよ。高校の男が爆撃がいるな。自分の鉄ばかり気にせず上も見ろ。教えてやろう。在線帝王のさ、トリガー、お前は3本か。さすがはハリング殺し。万能機能を取り出す。トリガーメントで、お前の戦果が今事故だ。だから難度が高いやつがいるか。ここに敵を捕まえた。させるな。ビンゴ、やったぞ。
ットの撃墜を確認。エホーアーリング殺し、生きてるな。今晩は俺のおごりだ。黙れスペア隊、死後はやめろ。ミッションコンプリート、 RTB。 トリガーは生き残ったか。悪運が強いやろ。スペアセブン、賭け対象が着陸で死んだ場合はどうなる。あんたの勝ちだ。なんだ、まだ諦めてないのか。確認しただけだ。スペア15、こちら管制塔、機体の着陸チェックをしろ。墜落されて滑走路を塞がれてはたまらんからな。スペア15、着陸を許可する。風の影響はない。あと3000メートル。速度が速い、減速しろ。誘導限界を超えた、目視で着陸しろ。よし、次の出撃に備え、そのまま待機しろ。トリガー、貴様のせいで大損だ。覚えておけ。